パーズ・ナナダルがミシュランのガイドブックに2つ星をいただいたということでですね、パーズに住む魅力は四季がはっきりしていることと、山、川、海、全ての自然が揃っているということで、年間を通して楽しんでいただけるというところですね。わさびはやっぱりね、水が命なんですよ。自然が豊かでないと、いいわさびっていうのは育たないです。養分ですよね。この川の成分が合ってるんでしょうね。だから、こうやってわさび栽培が盛んなんと思いますけどね。川桜の特徴は、一つ目が咲く開花が早いという。大体1月下旬には咲き始めます。それから二つ目が、その咲いている期間が長いという。花の色がピンク色でね、非常に鮮やかだということが、川桜の特徴になります。川津町で生まれた桜ということで川津桜という名前を付けました。一応気候が温暖で、それから海あり川津七ダルという名所もありますので、いいところに住んでるなと思います。